ホップキンスはアメリカ海軍の駆逐艦、ベインブリッジ旧駆逐艦の6番艦。艦名はアメリカ独立戦争における艦隊総司令官エゼック・ホップキンスにちなむ。ホップキンスは1899年2月2日にデラウェア州ウィルミントンのハーリンホーリングワース社で寄港された。1902年4月24日にアリス・グールド・ホーズ夫人によって浸水し、 1903年9月23日にフィラデルフィア海軍交渉で艦長 MM テイラー大尉の指揮下就役した。ホップキンスは1904年5月12日にフィラデルフィアを出港しノーフォークで艦隊に合流した。その夏は沿岸戦隊で海軍兵学校生の訓練任務に従事した。続く3年にわたってカリブ海海域で小艦隊と共に演習を行い、 水雷訓練及び艦隊訓練に従事した。1906年9月、ホップキンスはオイスターベイでルーズベルト大統領による艦越式に参加した。9月29日にホップキンスはローレンスと共に砲撃演習の視察に向かう大統領の乗るメイフラワーを護衛し、ケープコット湾へ向かった。1907年から1908年にかけてホップキンスは 水雷小艦隊に所属し、大西洋艦隊に随伴して、太平洋への訓練公開を行った。艦隊は1907年12月2日に、ハンプトンローズを出港し、メキシコ及び南アメリカの様々な港を訪問した。マグダレナ湾での砲撃訓練の後、小艦隊は1908年5月6日にサンフランシスコに到着し、メトカーフ海軍長官による太平洋艦隊と、 大西洋艦隊の合同艦越式に参加した。6月1日にホープキンスは太平洋水雷艦隊に加わり、西海岸沿いの戦術訓練、アラスカ水域及びメキシコ沖合での海上訓練に従事した。アメリカ合衆国が第一次世界大戦へ参戦。すると、ホープキンスは1917年4月30日にサンディエゴを出港し、パナマ運河地帯へ向かった。 ホップキンスは紹介任務を行い、潜水艦部隊の護衛と魚雷攻撃の支援を行った。8月3日にホープキンスはハンプトンローズに到着し、バミューダでの紹介及び護衛任務に就いた。ホップキンスは1919 19年1月29日にフィラデルフィア海軍交渉に入り、6月20日に退役した。その後1920年9月7日に、 デントン賞は木材会社にスクラップとして売却された。ありがとうございます。